はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はこの妊娠出産赤ちゃんのためのエッセンシャルオイルっていう本を最近少し読んでいて、あ、面白いなっていうことを学んだことをちょっとシェアしたいんですけど、出産する数週間前ってこの初乳を作り始めるっていうことらしいんですけど、この本を書いた方はそのアメリカの方で、助産師さんをしていて、でご自身も、まあ、もちろん妊娠の経験があって、ドテラの製品を使っていてっていう感じなんですけど、その何だろうな、この方が言うには妊娠のその妊娠中ずっと、まあこの PB アシスト、摂取していて、で、まあ、この良い腸内環境を整える、で、カタログにはプロダクトガイドには6種類のプロバイオティクスを1粒に60億個配合していて、20カプセルになっている、で20カプセルになっているので1個ちょっと開けてみようか、見えるかな、こんな感じで20カプセルになっていて、このなんだろう、胃で溶けないで腸までこう届く、深く届くってこと、そうそうそう、腸まで届くっていう、なんか、そう、まあいろんな宣伝でも他のもあるんですけどっていう感じで、だから腸の環境をすごく良い状態に保ってくれるんですよね。でそれを摂取することによって、その初乳になんか良い、まあ、腸内環境に必要な、まあ、菌を届けるっていう、はいはいはい、このね、初乳、要はおっぱいかな、のが出る、いいものを出すために、なんで腸が関係するまあ、大体の感じでいいんだけど、今これ説明してるから、それと初乳っていう話の、赤ちゃんはもともと、まあある程度 その生きていく力は持っているけれども、そのお母さんの、栄養状態とか、その腸内環境もこの初乳によって赤ちゃんにもっとさらに良いものを届けることができるので、そのより良い環境を子供に提供することができるらしいですよね。私はちょっと子供持ったことがないのでわからないんですけれども、その授乳とか、まあ、初乳によって、お母さんの状態でより良い赤ちゃんに良い状態を引き継いでいくっていうのが、お母さんが要は腸が元気だったら、そのおっぱいにも良くて、そのおっぱいからいいのが与えられるってことだね。赤ちゃんの栄養にもなるし、腸の環境もさらに良い状態で整えていくっていうのがあるらしいです。で、それによって赤ちゃんのこの消化器系とか、病気に対応する力をもっと増していく、良い状態を作り上げていくっていうことらしいです。だからお母さんの、まあ、この腸内環境だけじゃなくて、この本に書いてあったのは、まあ、私も一部しかまだ読んでないですけど、やっぱり栄養ってすごく大事っていうことが書いてあって、その中で、そのドテラでいうバイタリティパックとかもすごく効果的だよっていうふうに話が書いてあったので、すごくいいなと思います。そうだね、自分も結婚した時から、まず栄養って何ってところから入って、いろいろ一緒に勉強するようになって、本当に栄養の大事さ、たくさん栄養ってあるけど、それね、それが今の話になってくるんだよね。でもこれに例えば母乳の出が悪い時とか、こういうオイルを使ったらいいよとかっていろいろアドバイスは書いてあるんですよね。だけれども、繰り返し書いてあったことが、本当に一人一人の体は違うので、自分の状態をよく自分で観察してくださいっていうふうに書いてあるんですよね。そうで、
なので、本当に一人一人違うので、自分でまず試してください、うん、で、まあ、なんだろうな、少ない量からとかっていうのが書いてありました、うん、で、その腸内環境のもう一つのものとして、これが PB アシストスティックっていうものになっていて、ピーチ味になってるんですよね、うん、いるかな、うん、そう、ピーチ味になってて、顆粒タイプになっているので、うん、割と子供でも、うん、水なしで飲むことができる。実際飲んでみて甘いんだよね、うんうんうん、もうなんかラムネのお菓子みたいな。そう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 、ね、ある子がこれを1日3個ぐらい一気になんかお菓子みたいに扱ってる。って、うん、そうそう、でも、まあ、1日1つで本当に十分なのでいいですね、うん、で、なので、その、まあ、子供からこれは使うことができるし、妊婦さんもこの錠剤を、まあ、大人とかね、これをこう摂取することができるし、これは持ち運びにもすごくいいかなとは思ってますね、うんうん、旅行中とかって意外と、まあ、楽しい面もあるけど、緊張というか慣れない環境になるので緊張したり、で、妊婦さんって余計環境が違うので、そのストレスだったりとか、うん、で、助産師さんがねおっしゃってたんですけど、やっぱりそのメンタルとこのおっぱいの出ってすごく関係するって言ってたので、本当に自分の心の良い状態を作っていく、で、それがメンタルももちろんそうだけれども、うん、体調が悪いと余計メンタルにストレスを感じるので、うんうん、本当にこういうのでサポートして、うん、整えていくといいかなって思います、うん、で、栄養があるとメンタルケアができるんですよね、なんか、なんだろうな、栄養が足りないとイライラしたりとか、あるね、うん、だからある旦那さんが奥さんにバイタリティパックをちゃんと飲ませたらいい感じって言ってたんですけど、うん、なので本当に妊婦さんは、妊娠中から、うん、そして実は妊娠する前から栄養を整えて自分の良い状態を作ってあげて、で、書いてあったのは、栄養は妊娠した時には、赤ちゃんがお腹の中にいる時には、うん、取った栄養は先に、赤ちゃんに行くそうです。順番がある。順番があるみたいで、うん、先に赤ちゃんに行って余りっていうかが、その次にお母さんが栄養を取る。赤ちゃん一番、お母さん二番っていう感じ。そう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 。でも生まれた後は実は、お母さんの体を修復するために、栄養はまずお母さんが第一に。うん、取って、その余ったものが、うん、プラスアルファの部分が母乳として赤ちゃんに行く、うん、そうなんですよね。だからしっかりと本当に栄養を取ることが大事っていうふうに書いてありました、うんうん、確かにね、なんかこうよくあるんだけど、こうほら栄養ってなんかカロリーと勘違いしちゃいがちなんだけど、それだったらただ砂糖たくさん取ればカロリーとかって、なんだっけ、パンケーキとか、うん、美味しいものだけ食べてればいい、うん、じゃなくて、うん、本当に野菜とかのものとか、血となり肉となり骨となっていく、うん、そういった食材、うん、もう本当にご飯からっていうのが言われて、うん、そういったことだよね、うんうん、そうそうそう、なのでビタミンとかミネラルだったり、うん、やっぱりオメガだったりとかっていうのは、うん、とっても重要になるので、うん、ぜひその妊娠前から女性は、うん、そして妊娠中、妊娠後も本当にその、栄養と、また今回私がその面白いなって思ったのがその PB アシストになるので、うん、これもぜひ活用しながら、より良い子育て の, マタニティライフとか、うん、あとは子育てを楽しんでほしいなと思っています。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんのお役に立ちたいと思っています。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。